い、今年ですね、ツールドフランスはモンサンミシェルがスタート地です。この後ツールドフランスの選手たちがあちらからスタートします。本日はツールドフランス初日を今先ほど終えました、荒城選手に本日は来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。我々ツールドフランス生で見るのは初めてなんですけども、はい、こちらで荒城選手を応援させていただきました。ミスター、いやーって言ったけどすいません、見てました。すごい、まあ、めちゃくちゃ速いスピードです。ブーンって本当に新幹線が過ぎ去るようなこんな一瞬ですかと思ってその中で気になったのがあったんですよね。選手同士で走りながらお話しされてるのをちょっと見たんですけど、はい、どんな会話をされたりするんですか？いや、もういろんな会話ですね。もうこのツードフランスに、選ばれる選手っていうのはもう本当に限られてるんで、もうみんなじゃあ3週間始まるねって言って、今日のレースは荒れそうだねとか、あまた関係ない、俺があの車今日買ったんだよ、この前買ったんだよとかそういう関係ない話もねしますね。やはりツードフランスってことなんで、フランスを自転車で走るところで景色が多分すごく綺麗と思いますね、はい、やっぱりそういった楽しみながら走るってことを思い持ってた。いや、もうその景色を楽しめる時と楽しめない時がある。あ、それはもう時と場合です、ね、はい。まあ、なんでモンサンミシェル来たのも今回に僕2回目なんですよ。もう14年間フランスに住んでるんですけど、はい来たのまだ2回目今日はね、本当にモンサンミッシェルスタートで世界遺産見れましたし、明日からはもういろんなフランスのお城だったり、いろんな土地が土地のものを見ることができます。ね、自転車レースを知らなくてもよく話してあるのが、奥さん方は自転車には興味ないと、映像で映るお城とか、その山の景色、アルプスだったりピレネだったり、そのフランスの広大な広い畑の絵だったり、ひまわり畑だったり、そういうのがすごく綺麗で見るっていう方もいるぐらいなんで、映像もバッチリ綺麗なので、ぜひとも、僕がこれからまずモンサンミシェルノルマンディスタートして、ミリピレネ行って、でアルプス行って、でパリに帰ってくる3週間のパリ、フランス一周の旅に出かけますんで、皆さんもぜひよかったら一緒についてきてください。荒城幸也でした。